今回は経営危機を乗り越えて一度は J1 までたどり着いたビファーレン長崎の歴史について紹介します。ビファーレンは2017年に経営危機に陥りますが、ジャパネットホールディングスが完全子会社にすると、その年に J1 初昇格。 J1 は1年で降格したものの、その後の J2 でも好成績を残しています。この動画ではそんなビファーレンの奮闘の歴史とこれからについて紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。ビファーレン長崎の前身は有明町で活動していた有明 SC と国見高校サッカー部 OB を中心に結成された国見 FC が2004年に統合した有明 SC です。2004年に長崎県サッカーリーグ1部を優勝、九州各県リーグ決勝大会で準優勝を果たして九州リーグ昇格を決めると、翌年にチーム名をビファーレン長崎へ改称します。その後九州リーグで毎年好成績を収めたビファーレンは、2009年から J リーグ準加盟クラブとして承認され、 JFL 参入を果たしました。 JFL 初年度は11位に終わったビファーレンですが、2010年は J2 昇格圏内に迫る5位の成績を残します。2011年も5位に入りますが、もし昇格圏内に入ったとしても、この年まで J2 ライセンスが交付されていない状態だったビファーレン。2012年9月、ようやく J2 ライセンスが条件付きながら交付されると、リーグ戦を20勝7分け5敗で優勝し、悲願の J2 昇格を果たしました。J2 昇格初年度の2013年、2005年にテクニカルアドバイザーを務めた高木拓也が監督に就任。第4節のカターレ富山戦で初勝利を挙げると、そこから11戦負けなしと快進撃を見せ、その後は J1 昇格プレイオフ圏内の順位を維持します。J2 初年度の目標順位は12位以内でしたが、目標を大きく上回る成績に、J1 昇格の期待が高まる中、9月にビファーレンは2014年度からの J1 ライセンスが交付され、J1 昇格の資格が与えられることが決定しました。終盤まで好調を維持したビファーレンは、第40節まで4位を維持しながらも、最後の2試合を連敗し順位を落とします。それでもなんとか得失点差で7位の松本山雅 FC を上回り、6位で J1 昇格プレイオフの切符をつかみました。昇格プレイオフ初戦の相手は3位京都サンガ FC。 持ち前の守備力を武器にサンガ攻撃陣を0点に封じますが、ビファーレンもサンガゴールを破ることができず、引き分けで規定により惜しくも敗退となりました。それでもこの年はリーグ首位の40失点、J2 創設後に新規加入したクラブとして初年度過去最高の順位となり、ビファーレンの J2 参入初年度は順調な1年となりました。続く2014年は怪我人が続出したこともあり14位に終わりますが、失点数は42でリーグ3位と持ち前の守備力は健在でした。そして2015年も堅い守備で確実に勝ち点を積み重ね、 J1 昇格プレーオフ圏内の6位でフィニッシュします。しかし2位のジュビロ磐田と同価値点だったアビスパ福岡の壁は厚く、0対1で敗れ、またも昇格プレーオフは初戦敗退となってしまいました。それでも2013年に続きリーグ最少失点を記録。高木大成3年でビファーレンの守備の堅さは伝統的なものとなっていきました。2016年はこれまでの躍進が嘘のように序盤は不調に陥り、一時は最下位になるなど低空飛行の1年となり、最終順位は J2 参入後ワーストの15位に終わります。巻き返しを図る2017年でしたが、ここで思わぬ問題が発覚します。2月に日本プロサッカーリーグからの監査を受けると、社長の池上俊一および常勤役員全員が辞任を表明。大株主の一社である超プロ社長の荒木健二が会長に就任しました。3月になると池上がクラブハウス内に開設した新球院において、診療費の不適切な保険請求が行われていたこと、資金不足が深刻化し、早ければ4月にも社員への給与未払いが発生する見込みであることが明らかになります。黒字経営が行われていたとされていたビファーレンですが、実は経営陣による自腹での資金負担や、本来は翌年に計上されるべき予算を今期分に組み込む先食い、スポンサーや株主による決算前の支援や増資といった手法が取られていたようで、突如約3億もの累積赤字を出す事態に陥ってしまいました。その後、一旦は英会話教室のノバホールディングスが打診した出資を受け入れる意向を表明しますが、同日に当時の筆頭株主であるジャパネットホールディングスがチームを 100% 子会社化する方針を示すと、地元企業を優先させたい株主の意向を反映し、ビファーレン経営陣はジャパネットの支援を受ける方針を決めました。そして4月末、ジャパネットの創業者である高田明が代表取締役社長に就任しました。
経営体制の混乱がありながらスタートを切ったシーズンでしたが、開幕戦で大勝するなど上々のスタートを切ると、その後混戦模様の上位陣の中安定した成績を続け、常に上位を維持します。3度目の J1 昇格プレイオフ参戦が現実味を帯びてきた終盤戦、ビファーレンはさらなる躍進を見せます。第30節の京都サンガ FC 戦に勝利すると、ここから第40節まで負けなしを記録し、自動昇格圏内の2位に浮上します。第41節、ライバルチームの名古屋グランパスとアビスパ福岡の直接対決が引き分けに終わったことで、勝てば J1 昇格という状況になったビファーレン。この試合で蒲田マーレ讃岐を3対1で破ったビファーレンは悲願の J1 初昇格を果たしました。ジャパネットの支援でも話題を集めたビファーレンは、この試合クラブ史上最多でスタジアムの収容可能人数を超える 22,407 人の観客動員数を記録しています。経営危機をジャパネットが救い、それに選手たちが応えて勝ち取った J1 初昇格。クラブは初の J1 昇格を受けて、平成29年長崎県県民表彰特別賞を受賞しました。夢の J1 の舞台に立ったビファーレンは、2018年徳永雄平や鈴木武蔵などの実力者を補強しシーズンに臨みますが、ワールドカップ中断後に失速。 J1 の壁は厚く、終盤は最下位を独走し、1年での J2 降格となってしまいました。6年間監督を務めてチームを引き上げた高木拓也が退任した2019年、 U23 日本代表監督を務めた経験もある手倉森誠を監督に招聘し、1年での J1 復帰を目指したビファーレン。小谷博人が得点ランキング3位となるシーズン22得点を挙げるなど、攻撃陣は奮闘したものの、これまで堅い守備を誇ってきた守備陣が崩れ12位に終わりました。2020年、2021年ともに新型コロナウイルスの影響で J1 参入プレーオフのない厳しいレギュレーションの中、持ち前の守備力を取り戻した上、攻撃力もつけたビファーレンは、プレーオフがあれば圏内に入っていた3位、4位を記録しましたが、惜しくも J1 昇格は叶いません。2022年は11位に終わったものの、これまで J2 で2年連続2桁順位に終わったことはないビファーレン。2023年は再び飛躍することが期待されます。また、2度目の J1 昇格以外にも、ビファーレンが待ちわびているものがあります。2017年、長崎市幸町の三菱重工業長崎造船所幸町工場の再開発事業計画案募集にビファーレンの親会社となったばかりのジャパネットが応募。2018年4月に優先交渉先に決定したことが明らかになり、約2万3000人収容の球技専用スタジアムを建設。その周辺にマンションやオフィス、商業施設を建設する長崎スタジアムシティプロジェクトという構想がなされました。その後、新型コロナウイルスの流行に伴い、スタジアムは1席あたりの大きさや座席間隔を広げ、約2万人収容のものに変更することが発表されています。マンション、オフィス、商業施設のほか、6000席の大型アリーナや270室の大型ホテルも併設されることになっており、サッカーだけでなく、あらゆるエンターテインメントを楽しむことができる場所になることが期待されます。これにより長崎のサッカー人気向上、クラブの人気向上につながることは間違いないでしょう。長崎のサッカーファンの夢が詰まった長崎スタジアムシティは、2022年に着工され、2024年夏完成、秋の開業を目指しています。いかがでしたか？ J2 昇格から順風満帆に見えたビファーレンは経営危機に見舞われましたが、ジャパネットの尽力もあり見事復活。一度は J1 昇格も果たしました。今後スタジアムシティ完成も控える長崎の街に、ビファーレンはぜひ2度目の J1 昇格というプレゼントも届けてほしいですね。